久保さん、大砲お疲れ様です。なかなかファンキーですね。まあ、単純にあの、稼げる方法を聞いただけで稼げると思ってる人がいるんじゃないですか、世の中には。稼げる方法を聞くと稼げるみたいな。なんか、なんかの、その、お、なんか、YouTube もあるんですよ。聞くだけで、なんか、なんか、なんかなるみたいな。 あのね、すみません。やらないと無理ですからね。うーん。僕は聞くだけで儲かる方法は教えられないです。久保さんも多分無理だと思います。私の話を聞くだけで億万長者になれますっていうことを教えられますか僕は無理ですね。やり方を教えられる。うん。そしてやってもらう。そしたら結果は出ます。で、ほとんどの人はやり方を教えてもやらないんで、ケツを叩くっていうね。やりましょうと。だから僕である塾長が誰よりもやるっていうね。いや、俺もやってんのからみんなやろうぜ、みたいな。そう。 ま、結論行き着きましたね、僕は、本当に。人を動かすためには自分が動くっていう。もう終了です。もう。なんでね、言葉はね、誰でも言えるんで。なんで、本当に結果を出させたいんだったら自分が動く。これしかないですよ。本当に部下に話を聞いてもらいたいんだったら、まず上司が動くっていうね。お前、なんか、掃除やっとけよ、じゃなくて、もう自ら掃除するっていうね。僕は、そういう答えに行き着きました。 まあいろんなやり方があるんでね。まあいいんですけど、まあ僕はまあ背中見せ続けるっていうことですね。うん。やり方も教えるし、でもやり方を教えた途端、やる人とやらない人が分かれます。で、やらない人にもやろうぜって言いたいので、やり続けます。うん。だからやり方を教えるとね、やる,やる人とやらない人が出てくるんですよ。<laughs> やればいいのになっていつも思うんだけども、え、なんで買ったのっていう、なんで買ったのって話ですよね。<laughs> なんでやらないのに買うのみたいな逆に言うとね。 徹底的にやれよっていう僕は思うんですよね。買うんだったら。別に買わないんだったらいいんですけど、買うんだったらやれよと。まあでも買った人の自由、それも自由なんで、まあ別にいいんだけども、でも文句は言うなって話ですよね。それは。<laughs> なんかその、本屋行ってね、あの、本屋で本を買いました。ね。あの、すいません、仕事が忙しくて本が読めそうもありませんので返品してくれますかと。バカかと。 いや、それないだろうと。お前の都合だろ、みたいな。<laughs> そう。ちょっとお腹が痛くなってしまって、ちょっと本読めそうもないんで返品してもらえますかみたいな。知らねえよ、みたいなね。<laughs> 何なんでしょうかね。はい。いってらっしゃい。